とりあえず動画撮影じゃないですか。どっちからいい？俺から本当に世界一なれるって僕思ってるんですよ。自分のことを才能あると思ってるんですよね。世界一なれるぐらいの、世界一頑張れば絶対なれるんですよ。コムドットファンを敵に回してしまう気がするので、まあ、まあ本気でやってないですからねあえて本気を出してないさんっていう状態なのかなと思って。モデルプレイスカウントダウン。3位は汚いところかな。あ、汚いところ、下品なところかな。まあね、そうですね。3位は僕的に下品なところじゃないですか。第2位はあんま怒らん。そうですね、お互い優しいところですねで第1位が、まあ、これはバランスがいい。あー、なるほどね。趣味とか結成都市とか特にもう本当に真逆で、やのに結構動画で波長がめっちゃ合うんで、バランスいいっていうのが一番しっくりきますね。短いし長いしな、髪の毛も今。確かに細いしね。そうそう、普通やしね、うん、それはモデルプレスカウントダウン。2人でやっていきたいこと、そうですね、とりあえず動画撮影じゃないですか。まあそれはもちろんそうですね。でまあ僕は、まあ、半年できなかった分もあるんですけど、うん、まあ、今までやってきたこともやりつつ、さらに他のやりたいこともちゃんと、そうですね、もっと挑戦して、去年形にできなかったものを今年はちゃんと形にしていきたいなとは思ってるんで、多分動画以外にもいろいろ活動2人でもしていきたいなとは思ってるんで、お楽しみに。まあ、スカイダイビングしたいっすなと。明日やね、うん、企画的に言うと。確かに、はい。どっちからいい？俺から。じゃんけんぽい。俺から何のじゃんけんやったいやー、もうでも本当にみんながいなかったら俺は今こうやって立ててないと思ってるし、ここにも入れてないし、この件があってもし誰もいなくなってたらって思うと本当に恐怖ですよね。だから僕はこの期間でもうみんなに支えられている、応援されていることのありがたさを本当に知りました。みんなのことが大好きです。そして愛してます。これからもどうぞよろしくお願いします。なんていうんですかね、その改めてやっぱり周りにいてくれる人、小田をはじめヒカルさんとか周りのクリエイターの人とか事務所の方とか、あとはもちろんずっとメッセージくれてた人とか視聴者の方で、本当にもう支えられたし、小田も言ってましたけど、視聴者さんがいなかったらまたここに小田の横に戻ってこれることはできなかったと思うんで、もうめちゃめちゃ感謝してるんですけど、まあでも口では何とでも言えるんで、もうこれからいろいろ頑張って恩を返せるように活動頑張っていきたいと思いますので、見ていただけると。でまたやっぱ小田と一緒で好きでいてくれた人がなんか複雑な気持ちさせてしまったのはマジで申し訳ないんで、離れてしまった人ももう一回覗きに来てもらえるような挽回できるように頑張っていくので、見ていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。お願いしますモデルプレスカウントダウン。なんで調子に乗らないもの来てこれたんですか。例えば僕も調子に乗ってるから編集なんか一切しないんですよ。あ、もうひろゆきさんはもう編集なんてしなくても大丈夫ですもん。だからそういう意味でだから僕も調子乗ってる派なんですけど、でも DJ 社長も調子乗っていいはずじゃないですか。でもなんかちゃんと新しいプラットフォームに行くとか、じゃあインドネシア行くんだったらインドネシアが覚えようとか、自分ができる努力はちゃんとやらないとうまくいかないっていう、その基礎の基礎の何もない人の考え方を未だに持ってるのは不思議だなと思って。何なんでしょうね。でも僕本当に冗談で言ってるとかブランディングとかでじゃなくて、本当に世界一になれるって僕思ってるんですよ、自分のことを、うんうん、で才能あると思ってるですよね、世界一になれるぐらいの。だから世界一頑張れば絶対なれるんですよ。あ、じゃあ今足りてないのはもう努力だね。そうですそうです、才能あるんで。なれることは決まってるけど、でも努力をしないとなれない、はいって思ってます。あ、むしろじゃあ本当に自分が好きで自分の才能を信じてるからできるんだ。ですね、本当になれると思ってたら頑張れるけど、結果が出ないものに頑張れないじゃないですか。なんかいろんな底辺 YouTuber が一生懸命僕に言ってくるんですよ、その頑張ります頑張ります、結果が仮に出なかろうが頑張りますとか言うんですよ、うん、毎日更新頑張る。もう無理ですよ、結果が出ないと頑張れないですよ。僕だって頑張れないです、結果が出ないもの僕頑張れないですよ。まるで僕結果が出るかどうか分かんないのに頑張り続けてる人とみんな勘違いしてるんですよ。はい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 。僕結果が出ないことすぐ諦めるんですよ、やる気が出ないから。確かに。めちゃくちゃやる気あるように見えて
結果が出ないことに対してはすぐやる気なくして、そのことを自分で理解してるから、頑張りたいから結果出さないといけないんですよ。で、結果を出すためにはすでに結果を出してる人のやり方を真似したり教えをこうっていうのが一番最短であると。そうなんです。頑張って結果出そうとかじゃなくて、結果出さないと頑張れないんですよ僕って。だから結果出すことだけを先に考えちゃうんですよ。あ、でもそれ全然正しいと思います。だからフォロワーが増えてたらもう明日も明後日も YouTube やっちゃおうみたいになるんですよ。ぶっちゃけ今日も撮影行っちゃおうみたいな、別、はい、そんな感じなんですけど、結果出ないことにやる気ないんで、はい、っていう、なんか自分のその飼い主としての自分の管理もすごい上手いんですね。分かってるんですね、その猛獣の扱い方が。そうです、そういうタイプのあれなんで、ちょっと、はい、そう、感情の動物である DJ 社長っていう猛獣と、すごくそのクレバーに、こいつは猛獣だけどこうやってうまく餌をぶつけられると、そのこっち進んでくれるぞっていう、そこの飼い主っていう部分のバランスが面白いなと思って。ありがとうございます。確かにそんな感じかもしれない。モデルプレスカウントダウン、モデルプレスカウントダウン。さあ始まりました、モデルプレスカウントダウン。この番組はモデルプレスが独自に調査した YouTuber、TikTok クリエイターの最新トレンドを発表していくランキングニュース番組です。視聴者による人気投票もランキングの重要なポイントになっているので、皆さん推しを応援してね。さあ本日もひろゆきさんお願いします。ひろゆきさんお願いします。今回はネクストブレイク YouTuber 影響力トレンドランキングということで、対象クリエイターが2021年6月から11月の半年にかけてチャンネル登録者数100万人を達成、もしくは100万人未満の YouTuber が対象のランキングとなっております。これをチェックすれば次のトレンドもいち早くキャッチできるはず。まだ知らないクリエイターがいたらチャンネル登録して動画をチェックしてみてね。まずは10位から4位までの発表です。ではひろゆきさん、いつものポーズをお願いします。モデルプレスカウントダウン。以上がネクストブレイク YouTuber 影響力トレンドランキング10位から4位でした。ひろゆきさん、気になる方いましたか？5位のバンバンザイさん、もう100万人超えてるんでネクストじゃねえだろって気がしますけど、140万人ってだいぶ大御所感あるんで。2021年8月には月間の登録者増加数で2位、1位は平成フライミンゴ、3位はヒカキンさん。動画ではコムドットを追い抜きたい、いいライバルとしても追いつきたいとも言ってます。ひろゆきさんはライバルいますか？いや全然いないんですけど。そうだよな、コムドットさんって結構勢いのある人なので、うん、あんま対象として出すといい形に伸びない気がするんですよね。同じぐらいの人をライバル視しといた方が世間的な評価はいいんじゃないかなと思いますけども、コムドットファンを敵に回してしまう気がするので。ちなみにバンバンザイさんは女子2人男子1人なんですよ。このチーム構成みたいなのってどう思いますか？どうなんすかね。あんまりそのアーティストグループとかでも女性ボーカルで男性バック複数っていうタイプはいっぱいあるんですけど、男性ボーカル女性バック多いってあんまりなかったんで、うん、どこかにその芸能界で存在できなかった理由があるのか、全然関係なくバンバイザーさんが飲みるのかちょっと分かんないので、そこら辺は知りたいなと思いました、うんうん、じゃあ6位のレイジーライクレイジーレイクレさんですね。大阪拠点の5人組 YouTuber、 バスケのドッキリ動画で一躍有名に、11月に100万人登録を突破しました。ネクストコムドットの呼び声もありますが、ひろゆきさんはどう思われますか？まあでもやんちゃ系な若手の男の子がずっと伸びてくっていうのは今後もあるんじゃないですかね。テレビは割と高齢者向けのメディアになってしまったので、うんうん、そこら辺の需要が全部ネットに行っちゃってるので、やっぱ TikTok だと5人グループって映すの大変なんで、じゃあ YouTube でやるよとなって、はい、YouTube で若手 5,6 人が活躍するっていうのは今後も続くんじゃないかなと思うので、うんうんうん、全然レイクレさんも伸びるんじゃないかなと思いますけど、うんうん、ひろゆきさん自身の広く知られたきっかけっていうのは何だと思いますか？僕別に YouTube とかない頃に2チャンネルっていうサイトを作ったりとか、あとその後なんかニコニコ動画とかやってたりするので、うんうんうん、多分 YouTube がどうこうとかタレントとしてっていうのとはやっぱ違う知名度の伸ばし方をしたんじゃないかなと思うので、あんまり参考にならないんじゃないかと思います。次はいよいよベスト3の発表です。モデルプレスカウントダウン。
以上がネクストブレイク YouTuber 影響力トレンドランキング3位から1位でした。さあ1位は平成フラミンゴ。モデルプレス人気投票ではとにかく面白い、周りに勧められて見たらハマった、友達になりたい、下の世代の YouTuber とも負けず劣らずのテンションがすごいと多くのコメントが届いています。なんか動画出すと急上昇乗ったり、小本さんとかのコラボ見ても面白いなってすごい思うので、この半年間で急激にグーってきたグループなんですね。クレイジーマグネットの方がネクストかかる気がしますけど、2位のクレイジーマグネットさん人気投票では100万人超えてからの勢いがすごい、誰とコラボしてもみんな面白くなる力を持ってる、3人だけでもコラボ動画でも強いといった声が寄せられていました、まあ、コラボ相手の魅力も引き出しているということで、コラボが上手い YouTuber として評価がされているということですね。なんかその芸能の仕事やったことがあるっていうので、多分いろんな人との絡み方っていうのをちゃんと分かってるっていうところで、多分他の YouTuber よりは人との絡みが上手いっていうことなのかなっていう気がしますけど、じゃあやっぱりそういうメディアにたくさん出た YouTuber だからこそ伸びやすかったみたいな感じなんですかね、まあ、多分そういう仕事をしてきたっていうのもあるんじゃないかなと思いますけど、やっぱ YouTuber って自分自身だけでやってきて他人との絡みそんなに得意じゃない人多いので。ひろゆきさんが印象に残ってるコラボ相手とかっていますか？呼ばれて喋ってるだけで別にコラボがどうこうみたいな考えであんまやってないんですよね。なので皆さん楽しかったですぐらいの感じです。じゃあひろゆきさんが今コラボしたいっていう方いますか？いません。いません。別に僕YouTuber でやろうと思ってるわけじゃないのでコラボしたいとかないんですよねそっか。なので頼まれたらやるんですけど、基本的に自分からしたいって言ったことはないです。そして3位のネクストステージ、これ大御所がグループ組みましたっていうだけじゃないですか。もともとヒカルさんのチャンネルでの活動だったのが21年11月に単独チャンネルに移行されたのが注目されたということで、これからの活動に注目だそうです。まあ、はい、だってそうヒカルさんとかラファエルさんとかソーマトランジスタさんとかもうすでにそれなりにチャンネル登録数ある人がチャンネル共同でやりますって言ったらそりゃ伸びるよねって話なんで、逆に44万人ということが不思議ですもん。もっといきそう。まあ、まあ本気でやってないですからねなので本気で増やそうと思えばすぐに行くと思うんですけど、確かにあえて本気を出してないヒカルさんっていう状態なのかなと思ってますけど。人気投票では才能、面白さ、動画のクオリティ全てにおいて段違い、単独チャンネルになってこれからさらに伸びていきそうといった声が寄せられました。そうですね、クオリティもやっぱやり慣れてるということから、それは大御所ですからね、うん、YouTube のこと分かってる人たちがやってるんでそれクオリティ高いよね。ひろゆきさんが最近見てる YouTuber さんはいますか？そんな見てないですよね僕、その YouTube すいません。どういう動画があったら見たいとかっていうのはないんですか？僕そのNetflixとかお金のかかってる映画を見るのが好きなので YouTube を見たいっていうのがそもそもないんですよ、はい、すいません。そうなんだ。モデルプレスカウントダウン。ひろゆきさん、改めてこのランキングどう思われますか？半年前にはそんなでもなかったよねっていう人が、うんうんうん、結構伸びる速度が早いので、うんうん、SNS がすごい栄えてるっていうのが分かるランキングですもんね。30位以下の方がこれからもっと上位に組み込んでくることを楽しみにしています。さあこのランキングは登録者数だけでなく皆さんからの人気投票もポイントになってくるので、モデルプレスの SNS から投票できるので応援してみてください。次はあなたの推しが入るかな。そして今回登場したネクステさんが表紙を飾る雑誌モデルプレスカウントダウンも発売中です。雑誌版もぜひチェックしてください。木村拓哉さんのお子さんが芸能界でいきなり成功するのと一緒で、僕は既婚者なんで他のなんか有名な人探してください。本当に世界一になれるって僕思ってるんですよ、自分のことで。才能あると思ってるんですよね、世界一になれるぐらいの。世界一頑張れば絶対なれるんですよ。動画撮影じゃないですか、で